はい、皆さんこんにちは。非常識な教室経営コンサルタント高橋貴子です。本日のテーマは、人生を9割損する勝手な思い込み癖を手放そうというテーマでお話をしてみたいと思います。このテーマはですね、そうですね、クライアントさんの件ももちろんそうなんですけれども、いろいろな方とお話をしていて、それを決めつけてしまう思い込みで、結構損してることあるんじゃないのかなっていうふうに思った案件があったんで、これをね、ちょっと教室集客っていう点からも皆さんにお伝えしようと思って本日のテーマを選んでみました。はい。ということで、じゃあ本日のテーマをお話をしていきたいと思います。人生の9割損する勝手な思い込み癖を手放そうということなんですが、この勝手な思い込みっていうところは、本当にもったいなくてですね、実は相手の方に聞いてみたら、そんなことを言っていないとか思っていないっていう可能性がある場合があるんですよ。だけれども、そういう方っていうのは、自分がそういう風になってるっていう風に勝手に決めつけて、自爆というか、自分でこう負のスパイラルに入ってしまう傾向があるんですね。で、この考え方を持っていると、うまくいくものもうまくいかなくなるんですよ。で、ここどういう時にそういうことがね、発揮されてしまうのかっていうことを、ちょっとね、お話をしていきたいと思います。まず一つ目ですね、お客様とのことに関してなんですけれども、自分はこう思うとか、自分はこんな風に思われてるんじゃないかっていうお客様への思い込みは、本当のところは聞いてみないとわからないんですよね。で、このタイプの思考癖がある方っていうのは、お客様が自分のことに対してですよ、すごくこう変に思うとか嫌な感情を持ってるんじゃないかっていうふうに先走って考えちゃう方多いんですよ。で、そうすると、それこそ思考が現実化するじゃないんですけど、相手の生徒さんってそんなふうに思ってないような状態だったとしても、自分がどんどんそういうふうに思い込んでいくと、全ての言動がそういうふうに見えてきて、結果としてそういう結果になっていっちゃうんですよね。だから、感情の処理の仕方っていうのは、フラットに処理をするっていう癖をつけた方がよくって、真実は聞いてみないとわからないっていう前提で、あまりこう自分で勝手に判断しないという、この勝手に判断する癖はなくした方がいいかなと思うんです。で、これをやったことによって、実際にお客様そんなこと全然考えてなかったのに、自分でこう自爆的にその方向に話をどんどん進めていってしまって、実はそんなことは思ってなかったみたいなことで、お客様を失うとかですね、そういうケース実際にあります。で、この思い込み癖っていうのを、なぜ発揮してしまうのかっていうと、真実を聞くのが怖いっていうところから思い込んだ方が楽っていうところがあるんですけれども、真実を聞こうとしても言ってくれない人もいます。だけれども、自分がこう思って今それを聞いているんだっていうことを伝えるだけでも話が変わるんですよね。で、これ結構難しいんですよ。やったことがない方にとっては。だけれども、上手に伝えるっていう訓練をしないとですね、常に自分の思い込みで、世界を作っていってしまうので、本当はそんなことがないっていうのが多いです。そういう方のお話を伺っていると。で、なぜそれが私がわかるかっていうと、例えばお客様の言動とか、誰かとお話をした言動を私が聞くじゃないですか。で、きっとこういうふうに思われてるっていうふうに本人はおっしゃるんですけれども、私にはそうは聞こえないっていう、言葉だけをちゃんと追っていくとですよ。だけれども、本人がそう思っちゃってるとすると、私はそう思わない、じゃあどっちが正しいか聞いてみるしかないんですよ。で、実際に聞いてみてもらうと、十中八九私の印象の方が正しいんですよ。ご本人と合ってない言葉の流れだけを聞いた私の方が正しいですよ。っていうことは、その方がその例えばお客様とか生徒さんとかの言動を勝手にねじ曲げて自分なりきに理解してしまって自分で苦しんでしまっているケースとかが多いんですよね。でこれは癖です。どちらかというと思考癖、思考のパターンがそういうふうに決めつける、しかも悪い方に決めつける癖を持っている方は集客うまくいきにくいんですよ。うまくいかない未来を想像しやすいタイプの方だからです。なので、お話しすると大体わかるんですけれども、本当に、例えば動きが悪いとか、やってることが良くないっていうことで失敗しちゃってるケースもあるんですよ。あるんですけれども、うまくいかない方ってそもそも想定している未来が暗い。だから不安とか、うまくいかないような気がする中で集客頑張ろうとするから、そりゃ無理だよねっていう感じはあるんですね。だから思考癖っていうことがあるんだっていうことを自覚した方がよくって、自分で自覚しきれない場合にはそういう思考癖を持ってない方と話すと、自分の考え方ってそんなに深刻に考えなくていいんだとか、もっと気軽に考えていいんだっていうのを気づくことができるんですよ。自分だけで考えちゃってるとそれができないんです。じゃあ、そういう場合にどういう方法がいいですかって言ったら、そういう自分が思考癖が悪い方向に向かっちゃう癖があるとしたら、明るくっていつもエネルギッシュでオーラ全開の人、この人いいよねって思う人になるべく近寄っていって、その人の発言、行動とか思考をなるべく、全て真似なんかできないです。一個でもいいからって思いながらやっていく。ないしはその仲間みたいなコミュニティとかがあったら、ちゃんとそこを探して入って、そういう人たちがどういう思考で動いてるのかっていうところに入っていくっていう、誰と一緒に時間を過ごすかっていうのはとても大事で、このタイプの思考の人は一人で過ごしてもあまりいいことありません。なので私がいろいろ見てきていて、やり方が悪いっていうケース もちろんあるんですけど、根本的に思考の方向性が良くないですよねっていう方も多くいらっしゃるのも事実です。なので今日のテーマは、勝手な思い込みをなくしましょうっていうことで、実際に聞ける相手だったら本当のところを聞いてみる。で、取り越し苦労がすごく多いです。すごく多いです。このタイプの方って。相手の方ね、案外何も考えてないことって多いですよ。なのに勝手に傷ついて、勝手に落ち込んで、すごく残念な時間を過ごす羽目になってしまうので、それはね、今すぐ手放した方がいいです。はい。ということで、今日のテーマが、人生を9割損する勝手な思い込み癖を手放そう。ということで、対策その1、まず、話を聞くことができる相手であれば、ちゃんと本音を聞いてみるっていうことをやってみるということですね。はい。案外取り越し苦労が多いです。上手に聞く方法を学ぶっていうのもとても大事です。で、2つ目は、そういった自分の思考と逆の思考を持っているタイプの人と近づく、その人の考え方を真似する、そういうコミュニティでそういう人たちの思考を手に入れるっていう、それをしないとですね、なかなか難しいところがありますので、ぜひ、そういう癖があるなぁとうっすらと自覚がある方は、そちらの方ね、トライしてみていただけるといいんじゃないのかなっていうふうに思ってますので、よろしくお願いいたします。それでは。